黒幕が私たちの中に潜んでる可能性だってあるんだし、さくらちゃんがそうだったもんね。え、そう、深刻な顔しないで、単なる可能性の話よ。だけど可能性がある以上は放っておけないでしょ。僕らの中に黒幕が、つまり身内の誰も知らない状況、身内の誰も信じられない状況だからこそ、彼女はずっと一人で自分の記憶に関する捜査を進めていたのか。だから一人行動が多かったんだね。そうは言ってもやっぱり一人では限界があったわ。だからあなたに協力をお願いしたのよ。でもどうして僕に？あなたが黒幕っていう可能性が一番低いと思ったから。正真正銘ただの勘だけどね。そっか。でもその勘は当たってるよ。僕みたいな平凡なやつが黒幕なんてありえんな。僕は知っている。何を知ってるの？僕は全部知っているはずだ。やめて、そういう展開。僕の目的はここから出ることじゃない、ここに残ることなんだ。なんで？まただ、また前に見た夢だけど、何なんだよ今のって。ねえ、苗木君どうした？うん、何でもないんだ。何でもないんだよな。ねえ、これでも、それ、え、これでも私はあなたを信頼してたのよ。ただ私は人を頼るのに慣れてないから。そう、あまりうまく頼めなかったのかもしれない。そのせいで納得のいかない思いさせたのかもね。正直納得のいかない思いだらけだったけど、それもキリギリさんの個性ってことなのかもしれない。キリギリさんが一人でいろいろと調べていたわけは分かったけどさ、それでその結果はどうだったの？何か思い出せた？それはまだ思い出せないことも多いようだけど、だけど少なくとも私の目的と私の能力に関してはようやく思い出すことができた。キリギリさんの能力って何？私は、私の能力、それは周りからこう呼ばれていたはずよ。知ってたそれ以外だったら全部良かった。パート1から知ってた。3週間前から知ってた。手袋でバレてた。所作と超高校級の探偵って。超高校級の探偵？そう。そして私が希望神学園に来た目的、それは1年前に起きた史上最大最悪のアダコーダの事件の解明をすることってことも知ってた。違う！この学園である人物と会うことだったのよ。ある人物って誰のこと？それは